合開始を前にしてスタンドからは歓声が上がっています。エティハドスタジアムへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。プレミアリーグのこの一戦、マンチェスターシティがブライトン&ホーブアルビオンと戦います。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。今日はホームチームはどうでしょうか。このチームは今シーズン出だしでつまずいてしまいました。優勝を狙うためにも本来の力を取り戻したいですね。こちらがマンチェスターシティの先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 を採用してきました。中盤の守備が熱くなります。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。マンチェスターシティは真のマンチェスター市民のクラブと呼ばれていました。当時は全世界で有名だったマンチェスターユナイテッドと対照的でしたね。しかし21世紀に入るとシティも世界的な人気クラブになりました。さあ前半開始、マンチェスターシティがボールを動かします。フェルナンジーニョ、さあスタジアムのテンションが上がります。シュートまで持っていきたい。弾きましたがここはプレーを切りたい。パンチング、決定的なチャンスを逃してしまいました。試合序盤にああいう形で先制点を奪えると楽に試合を進められるんですけどね。ファールの笛を吹かれました。イエローカードは出ず試合再開です。セルヒオ・アグエロに注目が集まりますね。アグエロにはどんなプレーを期待されますか、福西さん。得点能力の高い選手です。スーパーグ、このシュートは惜しくもバーを越えました。素晴らしい狙いでしたね。決まっていても不思議ではないシュートでした。おっとボールを失いました。エデルソン・モラレス、体を当てて取る、奪った。ここはカウンターアタックを狙うか。つながる、これは危ない。ボールがこぼれました。クリアできるか。レアンドロ・トロサール、今のはキーパーを褒めるべきでしょう。序盤からよく集中できているようです。デブライネ、さあアグエロ、エセキエル・スケロット、これはファールでしょう。フリーキックです。デビ・プレッペル、マレー、ディフェンスの選手が止めた。ボールは相手に渡りました。スティーブンス、よく見てボールをつなぎました。走り込んだ味方にスルーパス、マレー、ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。この失点は防ぎようがなかったでしょうか。そうですね、あの形にさせないことがまずは重要でしょう。別の角度からご覧ください。
ケビン・デブライネ。デブライネがボールを奪われました。スペースに見事なスルーパス。ここはシュートチャンス。ナイスタックル。ファールをせずよく止めました。カウンターのチャンス、仕留められるか。カウンターは阻止されました。相手にボールが渡ります。チャンスにできるか。これは狙えます。バーに当たった。入った。何ですかこのゴールは。とんでもない技術です。これはみんなが真似したくなるゴールですね。豪快に決めました。見事な身体能力ですね。改めて見てもこのシュートはすごいですね。監督の様子ですと試合後のロッカールームは激が飛ぶ予感がします。カイル・ウォーカー、ベルナルド・シューバー。ボールがこぼれている。レフェリーはアドバンテージを見ています。強い、体をうまく使います。ボールを取った。ラヒーム・スターリング、激しくいった。これはアグエロ。ここから狙うのか。あっとこぼれた。マレー、いいスペースにロブを出しました。ゴールチャンス。イエス、ゴール決まった。至近距離から決めてきました。今日2つ目のゴールを決めました。止まりません。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。かなり一方的な試合展開です。デブライネ、これはファールです。審判の手にはカード、警告、イエローです。今のは仕方ないですね。イルカイ・ギュンドアン、サポートの選手がいます。これは見事に奪いました。これはカウンターのチャンスです。ここからどうするのか。ああ、シュートは枠の外。カウンターは不発に終わりました。ボールを奪ってからの切り替えは素晴らしかったんですけどね。フィニッシュの精度を欠いていたことだけが残念でした。このシュートは大きく枠の外。丁寧に狙ったようですが、逆に力が入ったかもしれませんね。マレイ、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。ボールをキープして自ら勝負します。入った。これはナイスシュート。アグエロが強引にゴールをもぎ取りましたね。チャンスがあれば逃さない選手です。
別のアングルからご覧ください。ボールを奪われました。ボールは相手に渡りました。サイドのスペースが広く空いています。ボールがこぼれた。ホイッスルが鳴って前半終了です。予想外の前後半45分キックオフです。ここはディフェンダーが読んでいました。デブライネ絶妙のスルーパス。クロスはファーポストへ。マンチェスターシティ PK を獲得しました。主審がペナルティースポットを指さします。そして2枚目のイエロー退場です。1枚もらっていましたから危険なプレーは避けたかったですね。選手の交代が両チームにあるようです。得点なりません。キーパーのプレッシャーに負けましたね。これはマンチェスターシティのコーナーキックです。見事に PK を止めました。いい反応ですね。チームを救いました。ボールをはっきりクリアしたいスターリング。うまくタックルでボールを奪いました。コーナーキックです。これはあるか。これはクリアしきれないか。デブライネがゴールに向かう。ここは形になりません。ゴールキックです。EA スポーツがお送りするプレミアリーグ、マンチェスターシティが次に対戦するのはノリッチシティです。どちらも相手にとって不足はないですね。見逃せないゲームになるでしょう。見事なスルーパス。ダビ・プレパー、いいクロスだ。最後はキーパーの手の中へ。このカットは大きい。しっかりと奪いました。チーロインモービル。ディフェンスが素早く対処しました。試合前にニュースがありましたが、トッテナムホットスパーが選手を獲得しました。ええ、この移籍はチームに大きなインパクトを与えてくれると思います。モントーヤ、走り込んだ味方にスルーパス。トロサー、ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。ボールを失った。タックルで相手の攻撃を一旦断ち切りました。スローインです。ドリブルで進んでいます。福西さん、
格下と見られたチームがリードしていますが、これはこのまま行ってしまうんじゃないでしょうか。そうですね、全員が集中を切らさないようにしっかり戦えば、このままの結果というのは十分考えられますよ。裏も見えていたのか、通します。決まるか。決まった。素晴らしいシュートだ。これは見事なシュートです。うまくコントロールしてスペースを作っていますよ。それでこのシュートですか。これは恐ろしいですね。これで2ゴール。ノリに乗っています。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。大量リードの試合となっています。レアンドロ・トロサール。さあ、スタジアムのテンションが上がります。見事なロブパス。トロサール、エデルソンのセーブ。まだインプレーです。さあ、カウンターを仕掛けるか。カウンターのチャンスを決めたい。ドリブルで崩します。ボレーシュートを狙いましたが、枠を大きく外れました。いいタイミングに見えましたが、ゴールへ飛ばさないと意味がありません。福西さん、スコアを見れば明らかなように、この試合チームはかなり厳しい状況に追い込まれていますね。はい、ここまで低調なマンチェスターシティも珍しいです。今後に影響がないといいんですけど。フェルナンジーニョ、ここはよくスペースが見えていました。面白い展開でしたが、結果にはつながりません。カウンターのチャンス、仕留められるか。カウンターを狙いましたが、ここはディフェンスが素早く戻りました。攻撃の流れを切ります。選手の交代があるようです。両チームともに準備をしています。ドリブルでボールを前へ。ここはナイスタックル。タッチラインにクリアしました。味方の位置を確認する。いい位置でカットした。シュートは入るか。決まった。ボールを積極的に取りに行っていましたから、チーム全体の動きも良かったと思います。ボールを奪い返してから見事に決めましたね。試合の内容も傾いていたと思いますが、このゴール、得点の開きも大きくなりました。ええ、チームに力の差があるのは一目瞭然です。ちょっとワンサイドになってきましたね。大量リードをもらって、監督も自然に笑みがこぼれています。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。これほどスタジアムが静まり返るのは珍しいですよね。そうですね、この試合内容では無理もないですかね。自在にパスを通していますね。アーロン・ムーイ、ボールを持って上がります。やはり素晴らしい。ここでまたもストップされます。マンチェスターシティ、パスをつなげない。デロイ・サネ、フェルナンジーニョ、インモービレ、キーパー飛び出した。Referee has indicated there will be a minimum. いい形でゴール前まで持ってきました。インモービレが狙うか。シュートはポストへ。うまく読んだインターセプト。
狙った、決まった。ピッチ全体でプレスをかけボールを奪い返してゴールしました。なかなかできないプレーでしたが見事なゴールです。ここで1点も返しました。リードされながらも意地を見せています。逆転するのは難しいかもしれませんが次につながる終わり方で締めくくるのは重要です。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。審判の笛が鳴りこの瞬間ゲームが終了となりました。ご覧の通りこの試合はかなり差がついた結果に終わっています。ここまでやられてしまうと次が気になりますよね。負けた側はどう立て直してくるんでしょうか。